大玉村で行われたのは、この秋市場にデビューする県のオリジナル米、福笑いの稲刈りです。この福笑いは、県が米の美味しさを追求して14年の歳月をかけて開発した米です。県の認定を受けた生産者だけが栽培することができ、今年は県内各地の65の農家が生産しました。福笑いは香りと強い甘みが特徴で、県は今年の販売状況に応じて作付け面積を増やしていくとしています。福島県オリジナル米福笑いは来月中旬頃に首都圏や県内の百貨店などを中心に出荷される予定です。